リームチェイサーです。今回はこちら、ダカイチの西条貴人さんのキャラケーキを作っていきます。リクエストありがとうございました。はい、今回はこちらの絵を使います。用意したのは6号のケーキ型、底が取れるケーキの型を使用していきます。この底の大きさに合わせて切ったオーブンシートや HA の紙、こんな感じで切ったものを絵の上に重ねて油性のペンで写し取りました。ちょっと手先のこの部分まで今回は残るように描いてみています。はい、こちらの絵をひっくり返して型の上に乗せます。その上にジップロックなどのフリーザーバッグを同じく型の大きさに合わせて切ったものを重ねていきます。こちらを重ねないとうまく剥がれないので注意してください。はい、では絵と重ならない部分、ラインと重ならない部分を数箇所テープで留めていきます。はい、テープで今回は 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9箇所かな、留めてあります。こんな感じでめくった時にラインの部分までめくれ上がらないのを目安に留めてあげてください。この手のラインのところ割れると困るので、こんな感じでラインと被らないところギリギリのところに留めてあります。はい、ではこの上をチョコレートでなぞり書きしていきましょう。はい、このように滑らかに溶かしたチョコレートを用意します。爪楊枝の先につけてラインの上に乗せていきます。はい、今回はなるべく細い線がいいんですが、ちょっとチョコレートの具合次第ですね。アウトラインは多少太めでも構わないので、溶かしてすぐに太いラインが描けそうだなという時に髪の毛などの大枠の部分を引いてしまって、ちょっと固まってきたなという時に目などの細かいパーツを仕上げていくと綺麗に仕上がります。はい、では全てのラインにチョコレートを置いてチョコのペン書き完成させてください。はい、チョコのペン書きが終わりました。ではこちらは冷蔵庫で30分ほど冷やしておきます。その間に色付けのクリームの準備をします。はい、色付けのクリームを作っていきましょう。こちら製氷機に用意したのは植物性のクリームに1バッグに対して大さじ1ほどのお砂糖を加えて電動ミキサーで1分半から2分ほど泡立てたものになります。だいたい6、7分立てぐらいになっています。こんな感じです。はい、こちらに用意したのは今回使う色素とココアです。用意した食用色素は赤と黄色と黒、黒がない場合はブラックココアパウダーで代用してください。そして茶色、髪の毛の色などに使う茶色がありますので、ココアパウダーをお湯で溶かしたものを用意しました。こちらの黒の食用色素もお湯の方が溶けやすいです。ちょこっと使う場合は、レンジなどで小皿に入れたお水を温めて使ってあげてください。こちらも1、2滴ぐらい。こちらは大さじ1ぐらい入ってますかね。ココアパウダーは半分ぐらいの量まで入れて練り合わせてあります。こんな感じで滑らかになっていれば大丈夫です。ではこちらを使って色を作っていきます。はい、今回は洋服がシンプルに黒で、あとは肌の色、髪の毛の色を作ればいいだけなので簡単ですね。黒を作っていきましょう。黒はクリームを色素の中に入れていきます。そうすると濃い色が手早く綺麗に作りやすいです。半分ぐらい入れたら混ぜていきます。混ぜすぎると灰色になってしまうので気をつけてください。まあ、灰色の服でもそんなに違和感ないと思いますが、黒でいきたいので黒いところで留めておきたいと思います。はい、こんなもんかな。では、続いては茶色を作っていきます。髪の毛の色ですね。髪の毛の色ちょっと濃い茶色になっているので、この黒が入ったところに茶色を入れるものを作っ
ていきます。はい、これでもちょっと薄いのでもうちょっとココアを作って入れていきます。はい、この色をちょこっとだけ横に取っておいてから、こちらにさらにココアを入れていきます。ココア一度お湯で溶いたものをこの中に入れるようにしてください。はい、隣の色のところには黄色を混ぜて、この金髪っぽい感じのちょっと薄い茶色の紙を作っていきます。はい、こちらはこんな感じで良さそうですね。はい、では追加で作ってきたココアを混ぜていきます。はい、ではこちら、垂れてく、混ぜていきます。大丈夫大丈夫。ちょっと黒っぽさが足りないかな。そしたらここに黒を混ぜます。はい、こんな感じかな。この紙の色を使っていきましょう。はい、ではあとは肌の色ですね、作っていきます。赤と黄色をざっくり取って混ぜてみます。はい、バランスを見ます。全然黄色が足りないので黄色を足します。で混ぜます。と濃い色になるのでこの色を薄める感じで調節していきます。はい、こんな感じかな。もうちょっと黄色っぽい肌かな。はい、ちょっと薄めたものを混ぜます。そうすると柔らかい色になっていきます。この色を使っていきましょう。影の部分はどうしようかな。この色にちょこっとこちらに混ざった茶色を混ぜます。はい、シンプルな茶色ですね。を軽く混ぜると、はい、こんな感じでちょっとくすんだ感じの色になるので、この色を影の色として使っていきます。はい、そんなに違和感ない感じ。この色とこの色で肌の色はいきます。ではあとは大体大丈夫かな。こちらの色を濃くしたり薄くしたりするのはこの2色を混ぜながらやっていきたいと思います。基本的にはベタ塗りでも構わないと思います。ではこちらの色をどんどん塗り入れていきましょう。はい、では色をつけていきます。今回はそんなに難しいところはないと思います。まずは影の部分に色を入れていきましょう。はい、影の色用に作った色を取って塗り広げていきます。点線でこのように区切っているのでそのラインに沿って入れていくだけで大丈夫です。手の先部分にもちょこっとだけありますね。では耳の中にちょこっと塗り入れておきましょう。こんな感じかな。はい、では残りはどんどん色を塗っていきます。髪の毛そのまま作った濃い色を入れちゃってください。そしてこちらの髪にも色を入れて、洋服の黒も塗ったら最後に肌色を入れて仕上げてしまいます。ではどんどん進めていってください。
広い部分はこんな感じで落として、3、4本爪楊枝をまとめて持って引っ張ってあげると筆のように一気に塗り進めることができます。細かい部分は爪楊枝1本に持ち直して端っこのところまで綺麗に色を入れてあげましょう。はい、色塗りが終わりました。目の中の白も今回は入れてあります。というのも今回は色がにじむようなものがないので、ここまで仕上がったらあとは一度冷やし固めた後に上にクリームを重ねてもう一度冷凍庫で冷やせば完成とできるからです。では色の塗り残しがないか確認していきましょう。下絵を外していきます。テープを数箇所外してそっと下絵を引き抜いてください。テープはピンと貼って元に戻しておきましょう。色の塗り残しがないかチェックをしていきます。塗り残しがなければこのまま冷凍庫に入れます。約1時間ほど凍らせてください。はい、1時間ほど冷凍庫で凍らせたものがこちらになります。こちらは型の中に入れます。はい、この上から色付けの際に残ったホイップクリームをもう一度泡立て直して8分立てぐらいにしたものを流し入れます。はい、こんな感じで流し入れて平らにしたら冷凍庫に入れます。さらに3時間ほどしっかりと凍らせましょう。その間にケーキを作っておきます。上に乗せる状態まで作っておきます。はい、3時間ほど冷凍したものがこちらになります。今回は撮影の関係上型から外してラップでくるんでおきました。ではこちらをケーキの上に乗せていきます。はい、このように保管しておくと、うまくできたかどうかの確認もできるので私はそこおすすめです。ケーキの上に乗せるときにも、外すときに手間取らず手早く乗せられるので、触る時間が短い分でも綺麗に剥がしやすいと思っています。ラップを外したらケーキの上に乗せます。位置が決まったら軽く押して固定してあげます。テープの端の部分を持って上に引き上げるようにしてそっと外していきます。はい、今回はこんな感じ。この髪の毛の部分が、ざっくり仕上げてあるものなので、ここが隠れるように周りをクリームで縁取ります。はい、隠したいところを初めに絞り出すとうまくバランスよく絞ることができます。はい、全体に絞るとこんな感じです。今回は、シンプルな絵なんですが、いちごを飾るとまたちょっと可愛らしい感じになってしまうので、あえて飾らずに内側にこちら、富澤商店プチ富シリーズのジュエリーシュガーグリーンを飾って爽やかに仕上げていきたいと思います。はい、こんな感じ。周りを縁取るようにこちらのジュエリーシュガーブルーも飾っていきます。はい、ということでシンプルですがいい感じなんじゃないかなと思います。もうちょっと柔らかい雰囲気にしたい人は内側の緑色をピンクにしてもいいんじゃないかなと思います。参考にした絵と並べてみるとこんな感じの仕上がりです。はい、というわけで今回は高市の西条さんのキャラケーキを作ってみました。リクエストありがとうございました。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバイ。